長い間ご無沙汰いたしておりましたキャリアセンター長の神代でございます。本日は本学のキャリアセンターにお邪魔しております。画面を見ていただいたらお分かりいただけますように、学生たちはこのような形で、キャリアセンターに相談に来ています。そしてキャリアセンターといたしましては、各学部に専属のアドバイザーを置いております。そのアドバイザーの指導を受けながら就職活動のプランを立てていくということでございます。そして何よりも本学では1回生から4回生の就職活動の具体的な時期に至るまで、様々なセミナーを行っております。就職の基礎ガイダンス、そして就活力セミナーで、さらには就活塾、何よりも本学の学生が一番苦手としております SPI の模擬講義、模試等々も行っております。この12月からは企業研究も始まっていきます。それは予約していただかないといけませんので、保護者の皆様からどうぞ学生諸君に予約したのかということを、お口添えいただけたら、私たちとしては非常に大きなお力添えに、なっています。これからもキャリアセンターでは就職内定 100% を目指して教職員ともに学生たちを支援してまいります。それではまた次回お目にかかりましょう。